はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回続きからやっていきたいと思います。と前でその前に一つ、訂正ではないですがお知らせがあります。前々から金のしおりを目指すと言っていたんですが、ある方が助言をくださり、金のシナリオを目指すのは途方もないプレイ時間と、はい、努力が必要だということで、実況には向かないよという助言をいただきました。はい、もし目指すなら、プライベートで個人でやった方がいいよというふうにね、教えていただいたので、はい、とりあえずこの実況では、金のシナリオを目指すことはやめます、一応。けど、ピンクのしおりや他のシナリオもあるらしいので、そちらの方はやっていこうかなとは思いますので、はい、そちらはお楽しみください。というわけでですね、今日は鼻が詰まっていますが、はい、ちょっと読み進めていこうかなと思います。ということで前回続きからいきましょうかね。ただいまの時刻は12時23分です。はい、行きましょう。はい、今日も鼻が詰まっていますが、よろしくお願いします。脅迫状に怯え、早くから部屋にこもり、一番怖がっているように見えた3人。もしあの3人が共犯だったとしたら、それはまるで電撃にも打たれたような気が持ちだった。3人が共犯なら様々なことができたのではないだろうか。短時間で死体をバラバラにすること、ずっと部屋にいたと言ってアリバイを主張すること、そしてマリが部屋を出るとことを見計らい、ハルコさんを殴り殺すこと。はっと気がついた。ハルコさんが殺され、トシオさんも殺されている。しまった、今このペンションで生きているのは僕とマリ、そしてあの3人だけではないか。僕は完全なパニックに陥った。彼女たち3人が僕たちを殺すために襲いかかってくる、そんな想像は俊夫さんが犯人だと信じていた時よりも何倍も恐ろしかった。僕は立ち上がり、避難場所を求めて辺りを見回した。僕の部屋しかない。びっくりした。マリの腕を引っ張って走り、僕は自分の部屋へ駆け込んだ。手が震えてロックするのままならない。どうしたのよ、彼女たちの様子は見なくていいの。マリが不思議そうに尋ねる。バカ、まだわからないの。もう残ってるのは俺たちを除けばあいつらだけなんだよ。その言葉がマリの頭に染み通るには時間がかかったようだ。待ってよ、そんなことってないでしょ。だってあんな人たちがバカなこと言って。マリは絶句した。じゃあマリは俺たち以外の誰かが出たり入ったりしながら誰にも気づかれないでいるって方が信じられるのか。僕は恐怖と混乱のせいでマリに怒鳴り散らしていた。でもそんなことって、僕だって驚いたさ。でもそれ以外考えられないじゃないか。誰かが階段をゆっくりと登ってくる足音が聞こえる。かなこちゃんだろうか。僕はいなくなったので演技をやめ部屋に戻ることにしたんだろうか。最後に残った僕たちを一体どんな風に始末しようかと相談するのだろうか。うわー、びっくりした。うわ、押し殺した悲鳴が聞こえ、足音は走り出し、どこかの部屋へ入ったようだった。やはり彼女たちだろう。僕とマリは息を殺し、耳をそば立ててじっと待った。何も聞こえない。どうするのこれから。マリはささやくように言った。僕は黙って横に振った。わかるわけもない、ただの若い女の子たちに過ぎないのだから、恐れる必要はなどないと理性で言っても感情はそれを聞き入れなかった。あの死体の群れを見せられた後では仕方のないことだろう。普通の人間の仕業とは思えない。あんなことがどうしてできるのだろうか。一体何のためにあんなひどいことをしなくてはならないのか。それが復讐に狂った一人の男がやったことだというならまだ理解はできる。しかしごく普通の OL にしか思えない、あんな女の子たちに連続殺人をしなければいけないどんな理由があるというのか、全く理解も想像もできないだけに不気味さは嫌にました。でもあの3人がみんな共犯とは限らないんじゃないの。マリがそんなことを言い出した。なんだって。私にはどうしても信じられないの。かなこちゃんのあの様子、あれが演技だっていうの。もしかなこちゃんだけは何も知らなかったとしたら、そんなことは考えられないよ。あの3人はずっと一緒にいたって言ってるんだ。共犯なら3人全部共犯じゃないと。しかしそう言いながらも、彼女たちの振る舞いの全てが演技だったとはとても思えないことも認めていた。私確かめてくるわ。そう言ってマリは外に出ようとする。おい待てよ、何言ってるんだ。今出ちゃ危ないんだ。私たちが助かればそれでいいの。もう人が殺されるのは見るのは嫌。見殺しなんてできない。それは僕も同じ気持ちだった。だからこれまでできることだけはでき
るだけのことはしてきたつもりだ。すいません。しかし僕はマリだけは何としてもマリだけはあんな目に遭ってほしくなかった。しか、違う、すいません。もしあの OL たち3人がみんな無事だったとしても、あの3人の命を助けるためにマリを危険にさらしたくはなかった。いやよ、止めないで。マリは僕を押しのけてドアの開こうとする。分かった、僕が行く、僕が行くから、マリはここにじっとしてくれると約束してくれ。マリがどんなに遅くなっちゃ、僕がどんなに遅くなっても絶対ここから出ないって。さっきみたいにのこのこ歩き回れたのでは一人でほっとくこともできない。マリはしばらく悩んでいたようだったが、結局僕の提案に従うことにしたようだった。分かった、約束するわ。でも早く帰ってきて。それから、ん、気をつけて。もちろん。僕は再びモップの束を持つとそっとドアを開けた。そして廊下に誰も、そう、頭から血を流して倒れている春子さん以外誰もいないことを確かめ滑り出た。マリにうなずくとドアを閉まった。ロックボタンを押す音が聞こえた。僕は足音を忍ばせて女の子たちの部屋へ向かった。たかが女の子にビキビキしている自分が情けなかったが、心臓はドキドキ、口の中はカラカラに乾いている。立ち止まるとそっと耳をドアに寄せる。中からは誰かのすり声が聞こえた。やはりマリの言う通り彼女たちは関係なかったんだろうか。しかしだとするとここにはジェイソンのような狂った殺人鬼が飛び回っていることになる。果たしてどちらの方が恐ろしいのか僕には分からなかった。僕はそっとドアのノブを掴んで回した。ロックされていない。最後に入ったかなこちゃんが動転してかけ忘れていたんだろうか。僕はドアを開けて中を覗こうとした。その瞬間機械なさびご叫び声が聞こえた。うわあ、ちょっと待ってよ、怖っ。髪を振り乱した。かなこちゃんがストックを振りかざして襲いかかってきたのだ。慌てて一歩下がったが右肩に激痛が走った。ストックが服を貫き肉を突き刺している。引き抜かれたストックの先端が血まみれになっていた。僕はその狂気や怪我よりも狂乱した彼女の顔が一番恐ろしかった。恐怖のあまり僕の持っていたモップを闇雲、僕は持っていたモップを闇雲に振り回した。ガツンと音がしてこめかみに当たり彼女は一瞬ひるんだ。しかし再び規制を上げると顔を狙ってストックを突き刺してくる。なんて危ないやつ。間一髪で後ろへ飛びすった。トール君反射神経いいな。かなこちゃん、君がみんなを、言い終える暇はなかった。再び彼女が襲ってきた。後ろに下がろうとして壁にぶち当たった。突き出されたストックを思わず左手で受け止めていた。声にならない叫び声を上げていた。手のひらが燃えているように熱い。ポタリと血が滴り落ちた。殺される、このままでは殺されてしまう。僕はストックの先端を掴んだまま右手のモップをかなこちゃんの額めがけて振り下ろした。2度3度手に嫌な手応えがあって、殴るたびに彼女に顔が歪んでいく。落とした粘土のようにいびつな顔になったりと思った途端、顔から鮮血がほとばしり、僕はその洗礼を浴びた。彼女はゆっくりと膝から崩れ落ちていった。10秒ほど彼女の体が痙攣するのを見ていた。自分が人を殺したと分かったのは永遠とも思える時間が流れてからだった。なんてことを。しかし他の二人のことを思い出して僕は我に返った。なぜ二人は彼女の火星に来なかったんだろう。もし来ていたら僕はきっと殺されていただろうが、そっとかなこちゃんの体を迂回しながら僕はドアをいっぱいに開き足を踏み入れた。そこに広がっていた光景は心のどこかで予想していたものだった。アキちゃんとケイコちゃんがベッドの上に倒れていた。二人とも頭から血を流している。ハルコさんと同じように頭を殴られたようだった。かなこちゃんが全員を殺した、そう考えてはそれはありえないことに気がついた。なぜならかなこちゃんは僕たちよりも僕よりも先に下へ降り、僕より後で2階へ上がってきたのだ。二人の女の子はともかくハルコさんを殺せたはずはない。確かに、しかもかなこちゃんが持っていたストックだった。突くことはできても殴り殺すことはできないだろう。見回しても他に狂気らしいものは見当たらない。では一体誰がハルコさんを殺したのか。やはり誰か僕たちの知らない人間がどこかに隠れているのか。もしそうでないとすると、僕は背後に気配を感じて振り向いた。血のついたストックを構えたマリが廊下に立っている。マリ、人殺し。ええ、そうに見せた表現を浮かべ表情を浮かべ、マリはストックを突き出した。予想外の行動に僕はなすすべもなかった。喉が焼ける。熱くてたまらない。だらだらと胸のあたりが濡れていく。僕は喉を押さえ、そこから血が溢れ出しているのを知った。うわ、深く突き
った。ストックを僕は引き抜いた。血でまみれたストックが床に転げる。とこ。マリが汚らわしいものを見るかのように後ずさる。マリ、そう言おうとしたが、ゴボゴボという音が、喉の穴から漏れただけだった。マリ、君がみんなを殺したのか。僕が一階降りた後、春子さんと秋ちゃんや、恵子ちゃん殺したのか。いや、そんなはずはない。春子さんの悲鳴が聞こえたとき、僕は、マリは僕と一緒にいた。マリじゃないはずだ。マリじゃない。違うと言ってくれ、マリ。マリは恐怖と憎悪の表情を浮かべたまま僕を睨みつけていた。僕はふっと床が消え失せるのを感じ、沈み込んでいた。うわ。目の前はただ赤。僕の喉から溢れ出す血の赤。最後に思ったのは、一人残ったマリはどうするのだろうということだった。死体の山の中でただ一人、僕はマリがかわいそうになった。マリ。というわけでですね、今回はこの辺で終わりたいと思います。いやー、この終わりはないですね、確かに。まあでも次回からはね、またちょっと戻って選択し直していきたいと思います。ではでは、今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。はい、というわけで、こんにちは、こんばんは、おはようございます、村正です。今回も始まりました、しゃべろうずのコーナー、イエーイ。はい、前回はですね、というか前回の動画のおまけに関しては辛口なコメントありがとうございます。はいね、はい、もう歌わないんでね、はい、勘弁してください。というわけでですね、今回はまあ普通に推理のことをしゃべろうかなと思います。はい、第17夜を読んでいかがでしたでしょうか。読んでっていう、まあ自分が読んだんですけど、はい、このエンディングはですね、ないですよね。マリに最終的に殺されるってみたいな、いやまさかのみたいな。いやでも、いやミッキー、いや本当に死んでるって思ってなかったんで、いや死んでる体になってた時はちょっとびっくりしましたね。はい、だからあのアメブロの方でもね、コメントをいただいて、誰かと身代わってるんじゃないのみたいなね、話も出てたんですけどね。はい、でもなんかそのまま死んだままで来ちゃいましたね。はい、何気にこれあのアメブロの方でもコメントで結構違う人のコメントにね、賛同してくださってる人とかもいるんで、またチェックしてみてくださいね、アメブロの人たち。なんてね、はい、一丁前のこと言って申し訳ないです。というわけでですね、今回まあ普通に読み進めましたけど、まあでもなんか3回目の推理なかったですね。なんかトールくんが思ってることバンバン言って終わりましたよみたいな。はい、いやだからまあ多分今回は選択肢が本当に悪かったんだなと思います。はい。いやなんかね、多分15夜あたりの選択肢で多分この結果が左右されるんじゃないかなと思いますね。だから今回じゃなくて、次回はですね、そこぐらいまで戻って違う方の選択肢を選んでいこうかなと思います。まあ最初にね、こういうね、もう悪い方のねエンディングを迎えとけば、あとはねいいエンディングが待ってますよ皆さんみたいな、で、あとは違うシナリオに行けるみたいな感じですよね。まあそんな次のシナリオに行けるのなんてね、いつやねんって話なんですけど、まあそれはね、おいおい、楽しみながら行きましょうよ。まだまだ先です、多分。まあでもね、順調に読み進み、17夜まで来ました。ね、はい。まあ、違うシナリオに行く頃にはね、また違う、何十話目なんでしょうね、みたいな話ですよね。まあでもまあ行きましょうか、そのままお付き合いくださいね、これからも。はい、今回のこの曲、また話変わってますけど、はい、この曲はですね、まあもう今はもう解散しちゃってるんですけど、はい、自分の名前の元になったグループ名の人たちの曲です。はい、まあね、最初はね友達に教えてもらったんですけど、はい、これを聞いて
まあ、すげえいい曲って言って、あのこの曲じゃないんですけど違う曲なんですけどね、それを聞いてすげえハマったんですよね、はい、そこからもう CD 買ったりしてみたいな、で今に至るんですけど、はい、だからこの曲を、まあ、この曲じゃなくてもね知ってる人がいたらねちょっと嬉しいなとは思うんですけどね、はい、まあと今回はまあこんな感じで終わろうかなと思います。というわけでですね、今回もこのしゃべろうずのコーナーまで視聴してくださってありがとうございます。ではでは今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。